ハメス・ロドリンゲス、ハメス・ダビド・ロドリゲス・ルビオ、ジェームズ・デビット・ロドリゲス・ルビオ、1991年7月12日イ、は、コロンビア・ククタ出身のサッカー選手。ドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンに所属し、コロンビア代表にも選出されている。ポジションは、ミッド・フィールダー、フォワード。2010年代前半の時期においては、 若手選手の中でも世界で最もベストな選手の一人と評価されており、テクニック年野の広さ、試合を組み立てる能力について称賛され、同胞のカルロス・バルデラマの後継者と言及されることも多い。ポルトに所属していた時に広く、なお知られるようになり、3シーズンの間で複数のタイトルと個人賞を獲得した。2014年に、 ラダメル・ハルカオの記録を更新し、コロンビア人として、歴代最高となる8、レレレレレレレユーロの遺跡金で、AS、モナコからレアル・マドリードへ遺跡が決定した。コロンビア代表としては、U-20 代表で2011年のトゥーロン国際大会で優勝を経験し、2011、FIFAU-20 ワールドカップではキャプテンを務めた。 その大会での活躍により20歳で A 代表に招集され、2014FIFA ワールドカップではゴールデンブーツを獲得し、大会のベストイレブンに選出された。元妻のダニエラはダビド・オスピナの妹である。ハメスは1991年7月12日に父ウィルソン・をハメス、ロドリゲス・ベドヤと母、マリア・デル・ピラル、ルビオ夫妻の間にククタで生を受けた。 父、ウィルソンは、ク田クデポルティーボに所属する、サッカー選手であったが、ハメスが3歳の時に家を出た。ハメスは、幼少期を、イバゲで過ごし、5歳の頃に元デポルテストリマの、控え選手で、ア・ケーフに、トリマのアカデミーに連れられたことがきっかけでサッカーを、始めた。その後、イバゲにて年上に混じってプレーし、11歳の時に、 コロンビアユースのカップ戦で9試合13得点と活躍した。その活躍もあり、ハメスはエンビガドに加入することになった。地元の中東教育学校卒業後、ポゴタ大学中退。2006年にコロンビアの当時2部に所属していたエンビガドでプロキャリアをスタートし、2007年にはトップリーグへ昇格した。2008年に アルゼンチンのバンフィールドと契約し、当初はリザーブリーグでのプレーが続いたが、2009年2月7日にトップチームデビューを果たし、2月27日に行われ、3から1で勝利したロサリオセントラル戦でロングシュートを決め、初ゴールを記録した。17歳で記録したこのゴールは、外国人選手としてアルゼンチンのサッカー史上最年少のゴール記録となっていた。 2009年には、レギュラーとして2009年のアペルトゥーラ全試合に出場し、9月26日に行われ、2から1で勝利したニューウェルズ・オールド・ボーイズ戦では、ペナルティエリアの外からゴールを決め、チームに重要な勝利をもたらし、最終的にクラブ史上初となる優勝に貢献した。2009年12月には、イタリアのウディネーゼが500万ユーロの遺跡金で獲得に乗り出したが、 ハメスに対しては、不十分なオファーであるとしてクラブはそれを断った。2010年のクラウス裏では2010年2月3日に行われたラヌース戦で、試合時間残り数分でログシュートを決め、試合後にスポーツメディアのディアリオーレは、プレイスタイルや振る舞いをクスティアーノ・ロナウドと比較し、バンフィールドのジェームズ・ボンドとニックネームをつけた。2010年2月10日に行われた、 モナルカスモレリア戦ではコパリベルタドーレスにおける初ゴールを記録し、翌週に行われたコパリベルタドーレスのグループリーグ突破を争うアウェーのデポティボクエン下戦ではチームの4ゴール目となるゴールを左足で決め、4から1の勝利に貢献したハメスは自身の評価も高めた。3月10日に行われたナショナル戦では初めてとなるヘディングと右からゴールを奪ったが、 試合は2から2で引き分けた。4月29日に行われたコパリベルタドーレス2010の決勝トーナメント1回戦のインテルナショナル戦でも先制となるゴールを決め、3から1の勝利に貢献し、ハメスは7試合で5ゴールを記録したが、セカンドレグを0から2で落とし、アウェーゴールの末に敗退が決定した。セカンドレグの試合中にハメスは2枚のイエローカードを提示され、 退場処分を受けた。2010年7月6日、510万ユーロの遺跡金で保有権の70%をポルトが獲得し、ハメスは4年間の契約を結んだ。契約には3、0、0、0、0、0、レユーロの契約解除条項が設けられた。ポルトは後に保有権の10%を第三者に売却した。七月十八日に行われたアヤックスとの親善試合でデビューし、 初ゴールも記録した。11月にポルトは獲得した保有権の半分に当たる35%をゴル、フットボールルクセンブルク有限会社に250万ユーロで売却した。2010年12月15日に行われ3から1で勝利したクスカソフィア戦でポルトにおける公式戦初ゴールを記録しタッサでポルトガル決勝のビトーリア・ギマランイス戦では ハットトリックを達成、1アシストも記録した。2011年5月17日に保有権の30%を有していたコンバージェンスキャピタルパートナーズ BV から225万ユーロで保有権を買い取り、ポルトは55%の保有権を持つことになった。6月13日にはクラブと新たに5年間の契約を締結し、契約解除条項は4、500万ユーロにまで、 引き上げられた。1年目のシーズンは公式戦31試合に出場し、6ゴールを挙げ、ヨーロッパリーグの優勝にも貢献した。2011から12シーズンは公式戦で14ゴールを挙げ、11アシストを記録した。ポルトガルプロサッカーリーグが選出する最優秀若手選手に選出されたが、コロンビア人の選手としては初の受賞となった。2012年には、 アボラガミが選出するポルトガルゴールデンボール賞をラダメル・ハルカオに続いて受賞したが、ハメスは史上最年少での選出となった。2011年9月20日に行われたフェイレンセ戦ではラビオラにパンチを見舞い退場処分を受け、ベンフィカとのクラシコの出場を逃すことになった。2012から13シーズンからハメスは背番号を10番に変更し、シーズンを前に ラダメル・ファルカオ、フレディ・グアリン、復帰がクラブを去ったため、スターティングメンバーとして出場する機会増えた。2012年9月1日に行われた、オルハネン・セ戦では、角度のないところから、チップキックでゴールを奪い、ジャクソン・マルティネスのゴールをアシストし、3から2の勝利に貢献した。ベーラ・マルセンでは、チームの1ゴール目と2ゴール目をアシストした、ハメスは、自身もチームの4ゴール目を記録し、 4から0の勝利に貢献した。1週間後に行われたリオアベ戦ではフリーキックからゴールを記録したがチームは2から2で引き分けた。こうした活躍からハメスは開幕月の8月から11月までの月間最優秀選手に選出された。UEFA チャンピオンズリーグ2012から13のグループステージのパリ・サンジェルマン戦ではその試合唯一のゴールを記録し ポルトはその時点でグループの首位に立った。3戦目のディナモ・ザグレブ戦でもアシストを記録し、チームの3から2の勝利に貢献した。シーズン後半戦を迎えると、ハメスはハムストリングの負傷に悩まされることになった。2013年1月13日に行われたナショナル戦では再びハムストリングを負傷し、前半で交代を強いられた。この怪我により、 ハメスは1ヶ月間戦線を離脱することになった。2月1日にポルトはゴルフットボールルクセンブルクから2010年11月に250万ユーロで売却した。保険30%を857万ユーロで買い戻し、ディエゴレジェスの保有権47.5%を350万ポンドで売却した。2月15日に行われたベイラ・マルセンで復帰し、 チャンピオンズリーグのマラガ戦にも60分から交代で出場した。ハメスのコンディションはあまり良い状態ではなかったが、ポルトの攻撃陣において重要な役割を担った。リーグ復帰2戦目の2月23日に行われたリオアベ戦ではクロスからゴールをアシストし、2から1の勝利に貢献した。3月8日に行われたエストリル戦ではコーナーキックからアシストを記録し、 2から0の勝利に貢献するなど、シーズン開幕時からの数ヶ月間と比べても、遜色のない活躍を続けた。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦セカンド、レグのマラガ戦で、ハメスは、スターティングメンバーを外れ、後半から交代で出場したが、退場者を出し10人での戦いを強いられたポルトは、0から2で、ラガに敗れた。ハメスを、 スターティングメンバーで起用しなかったビトール・ペレーラには多くの批判と疑問が寄せられ、ハメス自身も100%のコンディションであり、失望していると話したが、監督の懸念は理解できるものであり、監督には敬意を持っていると話した。ポルトは決勝トーナメント1回戦で敗退となったが、ハメスはそのシーズンのチャンピオンズリーグの試合で2番目に多くのファウルを受けた選手であった。 マンチェスターユナイテッドが30000ユーロで獲得のオファーを提示したが、ポルトは金額が低すぎるとして断ったと報じられた。タッサダリーが準決勝のリオアベー戦でシーズン初となる出場をし、先制となるゴールをペナルティキックから記録し、チームも4から0で勝利を挙げ、決勝進出を果たした。2013年4月8日に行われ、3から1で勝利した。 ブラガ戦では1ゴール2アシストの活躍で、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。シーズン最終節のパソススレフェレーラ戦では、ペナルティキックを獲得し、2から0で勝利したポルトは、リーグ3連覇を達成した。ハメスは、リーグ戦24試合に出場し、10ゴール、13、アシストを記録し、全公式戦では32試合で13ゴール、15、アシストを記録した。 ポルトに加入した3シーズンで、ハメスは8つのタイトルを獲得した。2013年5月24日、4、500万ユーロの遺跡金で、AS、モナコに移籍することが発表された。遺跡金額は復帰に支払われた金額に次いで、ポルトガルのサッカー市場2番目の数字であり、ハメスは5年間の契約を結んだ。サッカー市場でも、 高額の移籍金で加入したハメスはモナコのクラブ史上だけではなくリーグアン史上でも高額で移籍した選手の一人となった。2013年8月10日に行われたシーズン開幕戦のボルドー戦でデビューを飾りチームも2から0で勝利を挙げた。2戦目は怪我を避けるために欠場し9月25日に行われたバスティア戦でチームの3号目をアシストした。 ハメスは初めてモナコで数字として残る成果を残した。10月5日に行われ2から1で勝利したサンテティエンヌ戦では2ゴール共にアシストし、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍を披露した。2013年11月30日に行われたスタット・レンヌ戦でフリーキックから初ゴールを記録し、2から0の勝利に貢献した。次戦のニース戦でも 開始5分で先制となるゴールを決め、チームも3から0で勝利を挙げた。2014年1月5日に行われたバンヌ戦でクープ・ドゥ・フランスデビューを果たしたハメスは2アシストと1ゴールを記録し、3から2の勝利に貢献した。2014年2月15日に行われたバスティア戦では初めて1試合にゴールを記録し、チームも2から0で勝利を挙げた。 モナコでのデビューシーズンの活躍を見たフランスのメディアはハメスはおそらくリーグ1で最高の選手であると評価を下したがハメス自身はリーグに完全に適応するためにはまだ時間必要であると話した。デビューシーズンはタイトルを獲得することなく終わったが UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得しリーグで最多のアシストを記録したハメスはベストイレブンに選出された。 2014FIFA ワールドカップ中に行われたインタビューで、ハメスはレアルマドリードでプレーすることが生涯の目標だと話し、ワールドカップでの活躍により、移籍の噂が信憑性を帯びるようになった。2014年7月22日に6年間の契約を結び、移籍金額は非公表であったが、約8000000ユーロと報じられた。 サッカー史上4番目に高額な遺跡金額となり、クラブ史上では3番目に高額な遺跡金額とな。また、2013年に6、0 00 0 0 0 0レポンドで遺跡したラダメル・ファルカオの金額を上回り、コロンビア人の選手としては史上最高額の遺跡金額となった。ルイス・フィーゴやフェレンツ・プスカシュといった選手が背負った10番を与えられ、ハメスは尊敬するジネディーヌ・ジダンのように成長し、 クラブに貢献したいと話した。エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベーゼのお披露目には4万5000人が詰めかけ、マドリードのコロンビア大使が、ハメスの登場は、コロンビアのサッカーの歴史を変えたという不安ぬ上、サントス大統領のメッセージを届けた。フロレンティーノ・ペレス会長は、恋人であり、長年のサポーターであるハメスを歓迎し、ハメスの夢が実現した今日という日をクラブが忘れる子は、 ないだろうと話した。UEFA スーパーカップのセビージャ戦で公式戦デビューを飾り、イスコと交代するまで72分間プレイし、チームも2から0で勝利した。2014年8月19日に行われたスーペルコパデ・エスパーニャのアトレティコ・マドリード戦にクリスティアーノ・ロナウドと交代で後半から出場し、初ゴールを記録した。 チャンピオンズリーグのグループステージ初戦のバーゼル戦で、レアルマドリードにおけるチャンピオンズリーグデビューを果たし、チームの4ゴール目を記録した。9月20日に行われ、8から2で勝利したデポルティーボラ・コルーニャ戦で、リーグ戦における初ゴールを記録した。2015年2月4日に行われたセビージャ戦では先制となるゴールを挙げたが、ファウルを受け右足の第5、 中足骨を骨折してしまい、緊急手術を受けたが、2ヶ月間戦線を離脱することになった。復帰戦は4月5日に行われたグラナダ戦となったが、60分から交代出場したハメスは2ゴールをアシストし、9から1の勝利に貢献した。加入1年目のシーズンは、全公式戦で17ゴール、18アシストの成績を残した。 シーズン初出場となったレアルベティス戦では、フリーキックとバイシュクルキックにより2ゴールを挙げ、ガレスベールのゴールをアシストするなど、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍を露した。その後は先発出場も続いたが、風見色が、昨季までトニ・クロースが君臨していた、中盤の底に起用されることが多くなり、クロースが前に移るということになったため、ハメスは、ベンチスタートが続いた。 ジダンが監督に就任してからは一時、スタメンに起用されることも多くなったが、風見色の守備力の必要性をジダンが考え始めた。ためとイスコの重要性を再したことから、再度ベンチ生活を余儀なくされる。ハメスは、ウィングもできるが、ウィングには、クリスティアーノ・ロナウドや、ガレス・ベール、さらにはエスパニョールから、レンタルバックしたルース・バスケスの台頭もあり、自らが得意としていた。 インサイドハーフとウィングの両ポジションでポジションを失う結果となってしまった。2017年7月11日、レアルマドリード時代の恩師であるカルロアンチェロッティ、率いるバイエルン・ミュンヘンへ移籍することが発表された。2019年までの2年間のレンタルで加入し、さらにバイエルン側に買取オプションも付随しているという。背番号は11番。 世界最高のクラブとも言われるレアルからの遺跡について交代ではない。新しい挑戦だと語り、監督の望むところならどこでもプレーしたい。右でも左でも10番としてもね。ただチームを助けたいんだ。バイエルンは世界でトップ3に入るクラブ。でも僕はもっと良くするためにここへ来た。新しい街、新しい言語。ここで多くを学びたいし、 ドイツ語にも挑戦するよと、本人も、この遺跡を前向きに捉えている。加入当初は、リズムを失っていたと、自ら認めるなど活躍はできなかったが、第5節、シャルケ戦にて遺跡後初のゴール、3から0の勝利に貢献した。指揮官が、ユップ・ハインケスに代わって、以降は、出場時間も増えていき、本来の調子を取り戻した。第18節のレバー空前戦では直接、 フリーキックからゴールを奪い、UEFA チャンピオンズリーグ準決勝、第2戦マドリードでの古巣、レアルマドリード戦ではゴールを決めたが、喜びをあらわにせず、逆に手を合わせて謝罪するような仕草を見せた。優勝が決まった第33節 FC ケルン戦でも、得点するなど、シーズン中は10アシスト以上を記録し、主力メンバーの一人として、バイエルンの連覇に貢献した。 2007年にコロンビアの U-17 代表として南米 U-17 選手権に出場し3ゴールを決めチームの準優勝に貢献し同年に開催された FIFAU-17 ワールドカップにも出場し優勝チームとなるナイジェリア代表に決勝トーナメント1回戦で敗れた U-20 代表としては2011年にトゥーロン国際大会 南米ユース選手権 2011FIFAU-20 ワールドカップの3つの国際大会に出場した。トゥーロン国際大会では2ゴールを挙げ、投票により大会の最優秀選手に選ばれ、コロンビア代表は決勝戦で PK 戦の末にフランス代表に勝利し優勝を果たした。PK 戦ではハメスもキッカーを務め、成功を収めた。 南米ユース選手権では3アシストを記録し、FIFAU-20 ワールドカップではキャプテンとしてチームを引っ張った。大会では3ゴール、3アシストを記録し、コロンビア代表は準々決勝でメキシコ代表に敗れたものの、ヨーロッパの多くのビッグクラブの関心を集め、サー・アレックス・ファーガソンはハメスを称賛した。2011年9月29日に初めて、 A 代表に招集され、10月11日に行われた、ワールドカップ予選のボリビア代表戦では、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍を披露し、チームもラダメル・ファルカオが試合時間残り数分で決めた、ゴールにより、2から1で勝利を挙げた。新監督のホセ・ペケルマンが指揮を取ったメキシコ、代表戦では2ゴールをアシストし、2012年6月3日に、 行われたペルー代表戦で代表初ゴールを記録し、試合に勝利したコロンビア代表は順位を6位から5位に上げた。ワールドカップ予選のウルグアイ代表戦では1ゴール目と3ゴール目をアシストし、チームも4から0で勝利を上げ、チリ代表戦では30ヤードの距離からのフリーキックをボレーで合わせるゴールを決め、3から1で勝利したコロンビア代表は順位を2位まで上げた。 二から零で勝利したパラグアイ代表戦では二ゴール、共にアシストし、2014FIFA、ワールドカップ開催国のブラジル代表との、年内最後の親善試合は、コロンビア代表の唯一のゴールをアシストし、試合は一から一で引き分けた。2013年初戦のボリビア代表戦では二ゴール目を、アシストし、五から零の勝利に貢献した、ハメスは、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。 首位を走っていたアルゼンチン代表戦では、負傷により、前半30分での交代を余儀なくされたが、深刻な怪我ではなく、ペルー代表戦を回避した後のエクアドル代表戦で、復帰した、ハメスはゴールを決、チームも1から0で勝利を挙げた。チリ代表戦では1の3と3から3となる2本のペナルティキックを決め、 3から3で引き分けたコロンビア代表は16年振りとなる FIFA フフワールドカップの出場権を獲得した。数日後に行われたパラグアイ代表戦では2ゴールをアシストし、チームも2から1で勝利した。ベルギー代表戦では2ゴールをアシストし、投票によりマンオブザマッチに選出され、数日後に行われ0から0で引き分けたオランダ代表との親善試合においてもマンオブザマッチに入れた。 2014年6月2日、ハメスは 2014FIFA ワールドカップに出場する23人のメンバーに選ばれ、10番を与えられた。初戦のギリシャ代表戦では2ゴールをアシストし、自身も3ゴール目となるゴールを決め、チームは3から0で勝利を挙げ、ハメスは FIFA により、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2戦目も好調を維持し、先制となるゴールを決め、 フアン・フェルナンド・キン・テロのゴールをアシストし、2から1の勝利に貢献した。ハメスは再び、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。3戦目の日本代表戦は、後半から出場するとジャクソン・マルティネスのゴールをアシストし、自身もゴールを決め、4から1の勝利に貢献した。グループステージ終了時点の FIFA の統計によると、ハメスは最も良いパフォーマンスを発揮している選手であった。 6月28日に行われたウルグアイ代表との決勝トーナメント1回戦ではにゴールを決め、コロンビア代表史上初となるベスト8進出へ導いた。このゴールにより、ハメスは2002フィファワールドカップにおけるロナウド・トリバウド以来となるグループステージの初戦と決勝トーナメントの初戦でゴールを決めた選手となった。ボレーで決めた先制ゴールは敵称のオスカル・タバレスが これまでワールドカップで目にしたものの中でもベストの一つと述べ、ハメスについては今大会で最高の選手だと話した。これらの活躍により4試合中で3度目となるマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。このボレーシュートは400万人以上の投票により大会のベストゴールに選ばれ、2014年のフィーファ、プスカ首相にも選ばれた。準々決勝のブラジル代表戦では、 ペナルティキックにより大会通算6ゴール目となるゴールを決めたがコロンビア代表は1-2で敗れた涙を流すハメスをダビドルイスは慰めハメスは彼は僕に僕が良い選手だと言ってくれた多くのスーパースターである選手たちが抱きしめてくれたことは本当に僕を幸せにしてくれた僕たちは顔を上げてコロンビア代表をサポートしてくれた人たちに感謝を 示さなければならない。僕たちは勝ち続け、新たな歴史を築きたかったから悲しんでいる。準決勝に進むために全てを捧げ、悲しいけれど、足跡を残すことができたのだから、僕たちは誇り持たなければならない。と話した。ダビド・ルイスとユニフォームを交換し、サポーターからスタンディングオベーションを受けたハメスは、初めてのワールドカップで5試合に出場し、6ゴール、 4アシストの成績を残した。7月11日に大会の最優秀選手であるゴールデンボールの候補10人に選ばれ、準々決勝で敗退したものの、大会の得点王であるゴールデンブーツを受賞した。本大会での活躍によりベスト11に選ばれ、カストロールインデックスの統計によるベスト11にも選出された。ディエゴ・マラドーナはリオネル・メッシュではなく、 ハメスこそがゴールデンボールにふさわしいと話した。2016年6月3日、アメリカ代表とのコパアメリカセンテナリオ開幕戦では、一得点を上げる活躍を見せて、勝利に貢献した。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会、怪我の影響で1次リーグ第一戦日本戦では途中、出場したが、日本に敗れた。 第2戦には先発出場し2つのアシストを決め、コロンビアの勝利を助けたが、第3戦先発出場したものの怪我で、途中交代を余儀なくされ、その怪我の影響で、決勝トーナメント1回戦のイングランド戦では、ベンチ外となり、コロンビアはイングランドに敗れた。ハメスは、世界中のサッカー選手の中でもトッププレイヤーの一人で、あると広く考えられている。 中盤の複数のポジションを務めることができ、これまでクラブと代表では、プレイメーカーやウィング、センターハーフのポジションで起用されてきたが、ハメス自身は攻撃的ミッドフィールダーでのプレーを好んでいることをインタビューにおいて話した。アルゼンチンでプレーしていた頃から、カルロス・バルデラマと比較されるようになり、バルデラマは、ハメスを自身の後継者だと明言した。ハメスの愛称である、 エルヌオボオピベ、エルヌエボピベ、新たな少年は、バルデラマの愛称であるエルピベ、エルピベ、少年に由来するものである。ハメスは左右両足を使いこなし、2014フィファ、ワールドカップでは準々決勝で敗退したにも、かかわらず、得点王となり、得点力の高さを証明している。国際 A マッチ56試合20、得点、2011年対、通算、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。